世界のジャパンチャンネルへようこそ。生活に欠かすことのできない電力。近年の原油価格の高騰から、電気料金がいくら値上げされようと、電気を使わない暮らしを選ぶことは簡単にできることではありませんよね。日本の電力会社各社は電気料金の値上げを行うことで経営状態を維持していますが、お隣の国韓国の電力事情は日本とは少し違うようです。今回は韓国電力が大赤字に関する話題をご紹介します。韓国の公営電力会社である韓国電力の赤字経営が続いています。その額は2021年に5兆8465億ウォン、2022年には32兆6552億ウォンとなり、韓国企業で過去最大の営業赤字を記録してしまいました。こうなった原因は、国際的なエネルギー価格の急騰に応じて原価が跳ね上がったにもかかわらず、電気料金に十分に転嫁しなかったためです。過去に数回電気料金の引き上げを行いましたが、最大変動幅を低く抑えるように政府に制限されているため、いずれも大幅値上げとは言えず、原価割れの構造は変わることはなく、4月の値上げも避けることはできませんでした。韓国メディアによると、2023年1月から3月期に韓国電力が発電会社と契約した電力購入費が1キロワットアワーあたり174ウォンなのに対し、販売価格は 146.6 ウォン。赤字にならないわけがないですよね。こんな状態が2021年から続いているのです。もともと韓国の家庭用電気料金は世界から見ても最低水準でした。韓国の電気料金が安い理由の一つに、発電単価が相対的に低い原子力と石炭発電の割合が高いという点があります。2020年のデータを見てみると、韓国の原子力と石炭発電の割合は 64.3% でした。別の理由として考えられるのは、高い送配電設備の運用効率が良いことです。土地が狭いため顧客密集度が高く、送配電設備の単位あたりの送配電費用が相対的に少なく済んでいたのです。ところが、石炭や液化天然ガス原油などの発電燃料が2021年からウクライナ危機等により高騰。関電は公営公社のため、赤字の補填には国の税金が投入されるため、結局のところ関電の損失は国民が負担することになります。巨額の赤字がどんどん膨れ上がった韓国電力は、どうやって経営を続けているのでしょうか。2022年の大統領選挙で、当時与党であったともに民主党の候補者が電気料金を据え置くことを公約に掲げたため、文在寅政権は電気料金を大幅値上げすることをしませんでした。電気料金を引き上げられない韓国は経済に大打撃を受けることが確定しています。ウクライナ危機の長期化などで発電燃料価格が上昇すれば、損失幅はさらに膨らみかねません。これまでの最大赤字は、リーマンショックの影響を受けた2008年12月期の2兆7981億ウォンでした。政府がコロナ禍の経済対策として電気料金の値下げを強いたことで、燃料費上昇を販売価格に転嫁できなかったのです。関連は原価変動分が電気料金に合理的に反映されるよう、政府と綿密に協議していくと語っています。文政権の脱原発政策も業績不振の要因の一つです。2021年の電源構成を見ると、石炭火力が最も多く 34%、 液化天然ガス火力 29%、 原発 27% と続いており、原発の比率は文政権発足前の2016年から3ポイント低下しており、結果的に発電コストの上昇につながってしまっています。韓国電力が赤字続きは、韓国経済にも大きく影響しているのは間違いないでしょう。この話題に対して海外の人々からは、
さまざまな声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。何年も前から言っているけど、値上げするしかないだろう。ある日突然、石油や天然ガスが湧き出すわけがないのだから。そのうち、市民が顔を真っ赤にして、暴動化するんじゃないだろうな。政府の意向で電気代を安く設定してたのが、燃料費高騰で収入が少なくなって、公社が借金をして首が回らなくなったんだろう。電気なしで生活するしかない。電気代を4倍に値上げしたらいいのでは？いや、5倍は必要だろう。インフラを整備しないから、電気が遅れず料金を払わない。電気を受け取れないから、払わない人が増えている。税金で補填してるのなら、実質は高額納税者や企業が払ってるようなものなのか？みんなで自転車に乗って自家発電すれば大丈夫じゃないか。電気料金の値上げができないっていうのも、韓国は自力ではどうする気もなく、また日本にたかる機会？電気料金の値上げができないからといって、電気会社が潰れてしまったら、電気の供給ができないよ。本末転倒なのでは？段階的に上げていけてれば、もう少しマシな状況だったんだけど、聞けば聞くほど、どうしてこれで成り立ってたのか不思議だ。電気代安いのは税金で抑えているから、国民の税金で安いだけだから、勘違いしているだけだ。どちらにせよ、国民が節電の意識がない限り、いつかは破綻してしまうだろう。やはり、自転車漕いで自分の分だけでも発電するしかない。国策で電気料金を安く抑えているなら、最低でも逆ざや分は国が負担するべきだと思うのだけど、アメリカが韓国政府の安価な電気料金を維持する行為は、輸出企業に対する補助金と同じと認定された。今回は鉄鋼を対象とした話だったけど、今後電気を使用する輸出品すべてが、相殺課税対象になる可能性がある。電気料金を上げないと、アメリカへの輸出の障害になり、上がったら国民が大騒ぎするのか。アメリカで、韓国の異常な電気代の安値は、政府支援だからハンバンピングかけるねと言っていた。そもそも、あらゆる面で韓国に現代的な生活は背伸びしすぎなのでしょう。もうすぐ北より生活水準が下になりそうですね。電気料金を一気に上げられない法律をまずはどうにかしないとどうしようもないよね。電気料金上げようが現状維持しようが、結局は税金の投入をするんじゃないかな。電力料金上げたら払わなくなる人も結構出てくるはず。どっちにしろ電力会社も潰れそうだ。特性例をして国民、企業、政府系団体の借金を政府に一元化するのが唯一の道だと思います。国政は地に落ち、今後何十年も何もできませんが、残った企業等も国の援助は期待できないので、国外進出も国際間取引もできなくなるでしょう。国民も全世界に季節労働者として働きに出なくてはいけないでしょう。今回はアメリカ、日本、EU、中国、どこも助けませんよ。国内の経済のシステムだけでも残すべきです。確か、ポーランドへの武器輸出への貸し付けができない状況で、輸出入銀行にも金がないことが発覚していたな。このタイミングで電気料金値上げって、国民真っ暗な中で生活することになる。景気いい時にやって、経営健全にしておくべきなのに、もう後者なんて言ってないで、完全に国営にすればいいのでは？これで電気代上げなくても問題ないし、赤字でも問題ない。しかし、電気代格安にしないと成り立たない社会ってなんだろうね。国が助けてくれるからと、あぐらかいてた結果がこれだよ。韓国民一人当たり 1kWh1000円くらいと、企業の使用料金を引き上げと、月額基本料金も引き上げないと無理ですね。電気料金を上げる他に道はないし、料金を上げられないのならば、発電を減らすしかない。
以上が海外の人々の反応でした。電気料金のコントロールすら自国でできない韓国に呆れる声が聞かれました。ではこの件について日本の人々はどのように感じたのでしょうか。一緒に見てみましょう。日本の反応。民主時代に日本より安い韓国から電気を買おうみたいな意見がテレビで流れてたのよ。怖い時代だったわ。もともとギリギリというより赤字でやってたはずだからね。それも外資を呼び込むのに魅力としてたから、もともと異常に安いわけで、鉄道なんかも公社だから安い、日本はかわいそうとか言ってるのを見た記憶がある。公社の赤字は税金で補填されることを分かってない人が多いよね。料金が安くても税金が高けりゃ意味がないような。日本では福島沖の地震の影響による一部の火力発電所の停止継続した時も、各方面からの節電依頼に対して個人レベルで節電してたよね。中にはボートと YouTuber は節電協力のため今日の配信延長するねに、視聴者も快く了解で答えていたし、結果として各個人の協力の元停電回避。お隣では地震もないのに電気料金を引き上げられないから電気供給できませんの泣き言。他国のことなのでどうでもよいのですが、太陽光発電とか自画自賛していたはずでは。日本の電力不足は一時的だが、韓国さんの場合は危機的状況なんすね。電力会社に政府が保証してその分税金爆上げしてやれば問題ない。それか制裁無視してロシアから輸入しとけば問題ない。電力不足で済めばいいけど、電力喪失になると国が終わる。まあ工場には最後まで電力供給するだろうね。電気を使わない生活をすればいい。世界にはそういう生活をする国もある。ムンちゃん、電力不足で停電したら必然的にろうそくが使われるぞ。ある意味ろうそくでもだ。ムンちゃん、いつもムンちゃんの思惑とは違う事象が社会で起きてしまうのはなぜだ。電力会社って赤字になるんだね。なんか大名企業のイメージありました。売るほど赤字になるなら発電なんかやめちまえばいい。どうせいずれは北の濃度だ。公共料金の電気が安いことはいいことですが、韓国ではコストに対する感覚が論理的でないため、このままでは関電は赤字を取り戻せそうにありません。赤字でも商品サービスを継続する根性は誰も評価しません。自由資本主義なのですから、赤字連動性等に敏感にならなければ誰が負担するのでしょうか。政権が料金を上げないことを公約にするのは普通なんですか。違和感があります。外資企業もいなくなっているし、一般市民にはろうそくがある。北に生活水準合わせるために脱電力しろよ。以上が日本の人々の反応でした。韓国政府は2023年5月15日に次のように発表しました。家庭用電気料金の値上げ幅はキロワットアワーあたり8ウォン約80円 5.3% の値上げになります。韓国政府の試算によると、4人家族基準で332キロワットアワー使用した場合、1ヶ月の料金はこれまでの 63,570 ウォンから 66,590 ウォンに 3,020 ウォンほど上昇するといいます。だいたい300円ほどです。たったこれだけではとてもじゃないですが赤字を解消することはできません。ユン・ソンニョル大統領は閣議でエネルギー政策について、前政権が行った理念的政治的な政策を完全に廃棄し、原発産業生態系を復元すると強調して述べ、電気料金の値上げについても脱原発と放慢な支出がもたらした韓国電力公社の弱体化はこれ以上放置できないと言及しました。加えて科学に基づかず政治理念に埋没した国家政策が
国民にどのような被害を与えるか如実に示していると、ムン前政権を痛烈に批判しています。企業として経営する以上、収支バランスは必ず見るものですが、ムン前政権は全くお構いなしに、政治理念だけで電気料金の据え置きを決定した結果が現状を招いているのですから、ユン大統領の言い分はもっともでしょう。専門家の間でも、4月以降値上げ幅を大きくして、原価割れから赤字拡大の悪循環を断ち切るべきだという意見が強まっていました。ところがそう簡単にもいきません。韓国では2024年4月に、政治決戦ともいえる国会議員の総選挙を控えています。韓国の国会は、一員制で定数300、現在はその過半数を野党が握っています。ユン大統領率いる与党がどれだけ議席を奪い返し、今のねじれ国会を解消できるかが焦点になります。与党が過半数を取れれば、残りの任期が約3年となったユン大統領は、意思決定が通しやすくなるからです。そのため、与党からすれば、とにかく不人気な政策は、できるだけ避けたいのが本音でしょう。値上げ発表直前の5月12日、韓国電力は1月から3月期決算で6兆2000億ウォンの営業赤字を計上したと発表しました。赤字は想定通りでしたが、決算発表と合わせてリストラ策を発表しています。中身はソウルに保有する優良不動産の売却や役員幹部の賃上げ相当額や成果給相当額の返納、経費削減などで、韓国電力はその規模を5兆6000億ウォンプラスアルファとの発表と、さらにジョン・スーイル社長がこの日に退任することも同時に発表しました。リストラ策と社長更迭を発表した後、週明けすぐに電気料金値上げを発表したのです。政府与党から見れば、一歩間違えば世論の反発を買いかねないと、電気料金値上げに相当の神経を使ったようですね。経済閣僚経験者はこう話しています。原価割れが続いている韓国の家庭用電気料金だが、国際比較しても圧倒的に安い。これでは電気の無駄遣いがなくならない。韓国メディアによると、2022年9月時点での1キロワットアワーあたりの家庭用電気料金は、韓国が154ウォン程度。これは日本の半分、ドイツの4分の1以下だと言います。これでは節電意識が定着しないと懸念されるのも無理はありません。一方で、消費者、一般国民は昨年から続く物価高に敏感です。国際比較を持ち出されても、大幅値上げをすんなり受け入れることにはならないですよね。また、今の与野党激突の政治状況では、値上げ幅が大きくなると、責任問題、政治問題になる恐れもあり、今後、総選挙が近づくにつれて、値上げはさらに難しくなるでしょう。韓国電力の赤字解消の見通しもなかなか見えませんね。いかがだったでしょうか。関電の赤字は増えていく一方なのに、簡単に値上げができないせいで、韓国経済も危うくなりつつある韓国。次の選挙までにこの環境が改善されるのか、それとももっと悪化する一方なのか、今後の韓国政府、経済に期待ですね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。